うわー。おっ、よかったね、お宮持って帰れた。とりあえず。そうだ、そうだね。しかも紫。パラです。チェロです。パロチェロです。はい、ラクダドやっていきましょう。行きましょうかね。来ましたね。愛欲浄土。来ました。可愛いよね。いやー、なんか思った以上に可愛いよね。そう。もっとね、ちょっと違う感じを想像してたんですけど、うん、想像も特にないけどね。このフードかぶってる感じいいよね。いやー、いいね、これね。うん、これはちょっとビジュアル的に欲しくなってきましたね。そう。で、もう一つ、その横に行っていただくと、容姿白血が来ましたよ。そう。いっぱいいるよ。いっぱいいるね。これ、行部さん、あ、いた。行部さんね、すぐここにいる。遠くにいたね。遠くに発見しましたよ。いますね。はい。ということで、僕はね、この、容姿白血、地の方をね、求めていきたいなと思います。めっけたボーナス狙いで。でもこれ、あれだよね。持ってないと、めっけたできないよね。え、そうなの？持ってなくてもめっけたできるでしょ。あ、本当？でもとある人からね、持ってないとできねえっすって言われてないけど。めっけれなるまあとりあえず引いていきましょうか。あ、行きましょうかね。はい。いやー、今回チケット30。おお、なるほど。30はあるんですよ。なるほどなるほど。それはだいぶ優しいね。この前もね、梅雨時期で5000ポイント、5000石もらいましたけど。まあただね、私どどめきちゃん。うん。持ってないからあ置いたいんですよね。なるほどなるほど。ってことでチケットだけ30連。おお、珍しい。ここでしっかり出していきましょうか。出していきましょう。確かにそういう手もあるね。俺もそうしようかな。そうなんですよ。俺も30枚あるから。お、無言。あ、これあれだ、白血だ。白血やね。あ、これは白血の空気あるよ。これは白血でしょうね、おそらくね。白血ですね。白血ですね。まあでも全然。うん。ちょっとめっけたボーナスちょっと確認しようよ。あ、いいですよ。行部さん出るかね。まあお着替えとかあるからさ、うんうん、もしかしたら錯覚してたかもね。お着替えバージョンの方でゲットみたいな。確かに。これで行部さんがめっけられなかったら持ってないとダメっていうことが証明されますんでね。ええ。20連目。20連。いや、そろそろね、そろそろ神引いてもいいんじゃないかなって。コロさん低迷期だよね今。そうなんですよ。だから石のご利用は計画的になんですよ。そうね。うん。白血めっちゃ出た。めっちゃ出たね。めっちゃ出たよ。ラストラスト。珍しいボロさんがチケットで終わるとか。いや、今回はねやっぱキャラ欲しいんですよね。まあ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 余裕があるなという。まあ前回の引くべき動画でもお伝えしましたけど、うん、まあ僕ら的にはね、20% ぐらいの重要性かなと思ってますんで。そうですね。やっぱ掛け軸枠がね。そうそう。特にポールさん掛け軸強いの持ってるからね、いっぱい俺より。そうなんですよ。あら、終わりですか。あ、終わっちゃった。10年ぐらいいっとく。ちょっとぐらい身を削っとく。まあまあまあ、そこは任せるよ。1回だけよ。うん。いや別に。ワンチャンスよ。誰も背中押してないけどね。じゃあね、やっぱいただいた石も使わないと。まあまあ、そうね。俺もそうしようかな、じゃあ。え ?40連。いや、ダメダメ、そんなケチっちゃ。なんでよ。うわー。おっ、よかったね、お宮持って帰れたよ、とりあえず。そうだ、そうだね。しかも紫。これワンチャンあるんじゃない？でもね、すり抜け結構あるから。おっ、久々の安心性。どうなんこれは。どっちの姫さんかなこれ。サークル、サークルだ、サークルだ。お、来た。え、おー、あ、来たよね。おお、やった。身を削ってよかった。おめでとうございます。これ復活の兆しじゃないですか、ポロさん。いやー、これでキャラ終えますね。ね。ポロさん、これでもうやっぱりこう百鬼夜行。あ、百鬼夜行ね。ちょっとギルメに目にもの見せた方がいいんじゃないですか。これでドドメキちゃん取ってこの掛け軸装備して、うん、ちょっとオラついてみてはどうですか。たまには。いいですね。ちょっとたまにはね、目にもの見せてやりましょう。そうですね。はい、ということで帰りましょうか。はい、はい、帰りました。はい。ということでね、僕もじゃあとりあえずチケットを30枚いかせていただきます。え、なんか久しぶりですよ。こうね、あったかい気持ちで眺められるのがね。確かにね。お、え、なんか俺好調が続いてますけど。ダメよ。いやいや、それはないよ、さすがに。前回もでもチケット10連で出たよね。そうよ。さすがに。もうこれ以上はかばえないよ私。かばえない。誰からかばってくれた？誰からもかばってくれてないよね。全然。おー、びっくりした。ワンチャンって思ったけどありそうだったね。ああ、よかったね、チェロさん、命拾いしたね。俺誰に狙われてんの。まあまあまあ、いやもうでももう UR 出たから結構お腹いっぱいだけどね。そう、チケットでね、おみや持って帰れるっていうので、ね、いやいやもうありがたいよね。あ、でも白血来てない、ね、あ、マジだ、ほんとやん。また俺 SSR 出ない系。前も天が出てなかったからね。そうで脳白血だね、マジで。いやこれ出るでしょさすがに。これはね、うわ1個しかない。どっち。うわー、そんなことある。私いっぱい出たのにね。じゃあ俺も10連。もう洋酒来ないってことなのかな。なるほどね、もう洋酒にまつわるもの出さないでと。幼主たちがだってそうよね、強い意志を感じたよ今。お、これは SSR 来たよさすがに。これは来たよね。お、光ってる。これはえ、2枚抜き ?2 枚抜きじゃない。いやいや UR は来ないでしょ。うわ、薄っ。よし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 。ナイス発掘。いや、よかったよかった。いや、ポロさんがせっかくね、身を削ったからよりいっぱい持ってる俺はもう一回するよ。そうだね、石を持ってない私が頑張ったんだからね。そう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 、一回多くね。これで夫婦で90連、100まで持っていきましょう。え、切りよく。ああ、お、ワンチャン。この気配は一体弱い。弱いね、これは。チロさんも百鬼夜行でちょっとブイブイ言わせてみたら。いや、俺は大丈夫よ。お、あ、え、ブイ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 来た。あ、太鼓。なんかね、まあでももう十分ですよ。おみや結構持って帰りました。いやいや、持って帰りました持って帰りました。だから今100連、今90連です。90連でしょ、うん、もう夫婦で100連でいいんじゃないですかね。わかりましたよ。お、じゃあ僕だけね、なぜか60連やらせていただきますね。僕前回の動画で20連ぐらいしかしないって言ってたんですけどね。そうだね、切りよくね。うん、でもこうなるとさあ、わかる。40連目のおみやがね、気になるよね。そうね、手箱ね。お、あるよあるよ。あー、2回目のくるくるはないか。あったかということで、気力夫婦で100連ということでね、まあ、今回ポロさんが出て俺が出ないというのはね、まあ視聴者さんからするとやっと来たぞこの展開っていうね、そうだね、これは合ってたよっていうね。でもよかったね、命拾いしたよ。命拾い危なかったね。ちなみにさ、ちょっとめっけたボーナス確認したいんですけど。ああ、はいはい、そうだそうだ。まあここでいくとね、うん、まあ滝夜叉さんだけですよ、サンタがいるから。あー、そっか。あ、ほらほら、メッケタできるやん。メッケタできるね。ね、持ってないのにやっぱり実装だよね。そうだね。お見事、さすがですね。あ、これネタバレになるけど怒られるかね、これ見せたら。ちょっと挟もうか、こっから先ネタバレなんで見たくない人はみたいな。まあそんな言うほど隠れてないけど。そう、ね、見えちゃってるから大丈夫と思う。見えちゃってるね、だいぶね、うん、そんな焦ることないと思う。うん、ということでね、持ってなくてもメキラできるということでね、よかったよかった、よかったです。ちょっとクレームが入ったんでね。はい、ということでね、今日はこの辺にしたいと思います、はい、じゃあ次回はね、ポロさんが百鬼夜行でブイブイ言わせる動画を出していきたいなと思うんでね、ポロさん頑張ってくださいよ。頑張りますよ。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。